落ちこぼれフルーツタルトは、浜弓場僧による日本の漫画作品。漫画タイムキララ、キャラットにて、2015年1月号から3月号までのゲスト掲載を経て、同年の7月号から連載を開始した。公式での略称は、落ちふる。東京都小金井市を舞台に、芸能界で落ちこぼれのヒロインたちが自分たちの家である寮の取り壊し危機を救うためにアイドルユニットを結成して、 活動する物語。また、テレビアニメ、アンハッピーの放送枠において、漫画タイムキララ市場で、初めて単行本が発売される前に、単独の CM が組まれた。ラットプロダクションの第4章には、売れない、芸能人の女の子たち、元子役の関野ロコ、ミュージシャンのぬくいは、ゆ、モデルの前原人しさ祭が集まり、共同生活を送っていた。そんな場所に、 アイドルになることを夢見て上京した少女桜絹野がやってくる。ところが彼女がやってくるのと時を同じくして売れない彼女たちを抱え込むのを前死とせず量が取り壊されることが決定してしまう。そこでネズミ層の住人たちは量の取り壊しを防ぐべくマネージャーのカジのミノルフが騎士改正の策として立ち上げたリアリティ番組企画 落ちこぼれフルーツタルトに参加することとなり、アイドルユニットフルーツタルトを結成して1億円の借金を返済することを目指して活動を始める。登場人物の性はそれぞれ小金石近辺の町名から取られている。名は、いろは歌に由来し、それぞれの頭文字をつなげると、いろはにほへとちりぬる、おアとなる。声のこは、テレビアニメ版で役を演じた声優。 ラットプロダクション所属のアイドルユニット。メンバー別にイメージカラーとイメージとなるフルーツが設定されており、ステージ衣装の色や柄に反映されている。売れない芸能人ばかり寄せ集めて結成したユニットだが、作為性のない素人感を生かしたファンとの距離感の近さを強みとしている。野外ライブをする際には、マネージャーのホフに店パンを履いてくるように指示され、 エモ加入前の4人は水着やタイツを着用するが最後はジャージのズボンを着用したためホフに脱がされてしまう。メンバー全員の下着購入では衣装として経費で落とすという方法をクリームあんみつのチコに提案されているがホフに見せパンするなら良いと言われている。5分のミニ番組のタイトルは落ちこぼれフルーツタルトでアニメと同タイトルである。放送時間帯も 深夜24時24時55分の1時間番組でクリームあんみつの番組であるあんみつ学園の直後の深夜24時55分25時の5分間で後ろの番組も人気番組なので深夜の割には高視聴率である完全にクリームあんみつに便乗する形で売り込んでいるテレビ番組の視聴率及びクリームあんみつのライブで同時出演しさらにチコが 姉のロコのことを姉でフルーツタルトのリーダーと観覧客に紹介するなどフルーツタルトの売り込み要素が完全にクリームあんみつに便乗している大手プロダクションであるキャットプロ所属のアイドルユニット劇中においてはすでに名声を得ている完成されたアイドルとして落ちこぼれであるフルーツタルトと対比される存在ステージ上の姿と私生活での姿にはギャップがあり 普段の言動を目の当たりにしたフルーツタルトのメンバーからは変態さんなどと評されているもののカメラが回っている本番中では一気にキリッとした雰囲気に切り替わる。クリームあんみつのあんみつ学園という1時間のバラエティの看板テレビ番組を持っており1回目の放送の水泳の授業では3人とも泳げない金槌として紹介されて犬かき50メートル泳ぎを行う。 ファン層はそういう人間が多いようで、ライブのコールレスポンスがいっぱいののしってあげるねだったり、アイドル甲子園の千病秒特典がののしり券だったりとフルーツタルトがやや引き気味になるほど。漫画タイムキララキャラット2019年5月号にて、テレビアニメ化が発表され、2020年10月から12月にかけて ATX、BS 日テレ他にて放送された。 原作第1巻から第3巻までの内容が、いくつかのエピソードを省略しつつも、おおむね原作に沿った内容で映像化された。ATX では、本編の終了後に、ミニ番組、落ちフルステーションが放送された。漫画タイムキララ及びその姉妹誌に、同一の作者によって連載された2つ以上の、作品がそれぞれテレビアニメ化されたのは、それらの史上において、初のことである。 原作漫画には、頭身の変化などの絵柄の変遷があるものの、テレビアニメ版は掲載紙の作風を出しやすいという理由により、原作、第2巻頃の頭身を目安にして統一された。当初は2020年7月からの放送を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響で延期となった。ただし監督の川口によれば、延期された分だけ。 ブラッシュアップの作業に時間を割くことができたとしている。第9話では、ロンドンブーツ1号2号の田村厚子と天心の向かい清太郎が、ゲスト出演している。作品の舞台とアニメーションを手掛けるフィールの本社所在地は、同じ小金井である。本作の主要登場人物を演じる出演声優が、劇中のアイドルユニット名義で、主題歌や挿入歌を担当している。 主題歌挿入歌原作漫画の劇中に登場する歌に曲をつけたものが劇中歌として流れる。原作漫画では具体的な歌詞の内容についての言及がなく曲名のみ設定されていた歌にも歌詞が付けられている。フルーツタルトによる劇中歌は高校生である登場人物らが自分たちで作詞作曲や振り付けを行っているという設定を反映して曲やダンスも緩めな 良い意味での素人感が意図されている。劇中におけるアイドルたちのダンスシーンの振り付けは、ダンサーの実演によるモーションを簡易的な 3D として取り込み、それをガイドにして手書きで作画するという手法が用いられた。各話のサブタイトルの頭文字をつなげると、キャラクターのネーミング同様、色派にほへとチリ塗る音なり、代用するキャラクターがタイトルバック。 タイトルコール A パート終了時のアイキャッチを呼び時間予告を担当する。ありがとうございます。